れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。ちょっとあの船旅のやつで叫びすぎて喉やられた。こんにちは。なんかここ噛まれてる。痛い。お疲れ様です。多分噛まれてる。こんばんは。こんばんは。なんか足りんと思ったらまつげ上げてない。まつげ上げるの忘れた。まつげ上げよう。こんばんは。お疲れ様です。今日は船のクルージングのイベントがあって、それが終わって今に至ります。明日はお話し会ワンデー。明日はお話し会ワンデーで、お話し会ワンデーが終わったら今度はツーデイ。こんばんは。しゅんくんハートありがとう。こんにちは。きもつんかわいい、ありがとう。こんばんは。トニーハートありがとう。まるふくハートありがとう。すーさんハートありがとう。はるるんばらありがとう。熱っ。昨日マイケルさんのルームでパクチー売られてたけど、リネさんのところない。え、おもろい。マジ今さらパクチー売られてたんですか。パクチー売られてない。な、え、マイケルさん、え、なんで。え、マイケルさんと一緒だったけど、マイケルさんと一緒だったけど、おかパクで、あの、私マイケルさんのと一緒の仕事唯一あれなんですよ。あれ以来マイケルさんと2人でお仕事してなくて。え。あれかな、写真集販売する件とかバグってそうなったんだよ。私は何にも発売する予定がないから。このショールームのやつない、ない件あれじゃけど、パクチーもう売り切れたろ。結構みんな買ってくれたんですよね、あの時。うん、買ったとて届かまぁ。もうだって 2,3 年前とか結構前よ。こんばんは。サージから結婚していいよ。かわいい、ありがとう。サージからスーさん、しきしきみゆバッキュン、ありがとう。なおくんマイクプルルル、ありがとうございます。今日久々に至近距離で会えたリネタン見ておかしくなって笑いが止まらなくなりました。え、なんかめっちゃ笑ってて超失礼だなと思ってた。何みたいな、めっちゃ失礼じゃんと思ってた。そういうことか。え、嬉しい。可愛かったから笑い止まらなくなったけどね。それだったらいいや。なんかマジでちょ一瞬止まったんですよ。私なんかほんまに変な顔とかしとったらなんか病んでたから。よかったです。そういう意味なら安心した。吉間レモンマイクありがとう。プルルル。さきちゃんハートありがとうございます。なおくん音符ありがとう。こんにちは。えいひろマイクプルルル、ありがとうございます。おかっぽく今日楽しかった。ありがとうございました。楽しかったですね。なんか久々にあんな近いイベントだったかも。じゃあ景色すぎる。あっきょありがとう。明日は浴衣祭りがあって、え、明日キッチンカー来るらしいよ。明日と明後日。知ってた？キッチンカー結構来るらしいよ。いろんな屋台が出るらしい。キッチンカーっていうか書いてあったよね、なんか公式サイトかなんかに。
き氷食べたいな。なんかめっちゃあった、いろんな種類あったよね、書いてありました。キッチンカー来るらしい、かき氷食べたい。すーさんだるまありがとう。帰りにシーパセオのアイス見て食べたいってアリアちゃん食べて、え、私たち食べる予定なかったんですよ。でもなんかスタッフさんが買ってくれたの。めっちゃ優しくない？広島向かってる、え、やった、待ってるよ、気をつけてきてね、マジで。あ、サーヤンから LINE 来たサーヤンから LINE が来ました。無理、さて LINE 送らな、返さな。うん、なんか書いてあった、公式サイトにキッチンカー来るよみたいな書いてあった気がする。明後日お話しできるの楽しみ、え、嬉しい。明日明後日楽しみにしますね。嬉しい、何浴衣、嬉しい、やったー、ゆりちゃんハートありがとう。こんにちは、明日と明後日2日間 2days です。明日朝から行った方がいいかな、え、わかんない、特に何も聞いてないかも。私は朝から行って何かがあるとか別に聞いてないかもしれん。私が来るときに来たらいいんじゃない？私が来るときに来れば来てほしいです。私がいる時間に来てほしい、他の子に浮気はダメだから。明日の髪型、なんかマジで決めてなくて、でもまた絶対さ、なんかもう三つ編みかクラゲヘアかまとめ髪か、そこら辺かな。ツインテールで浴衣にツインはさすがにないから絶対にちょっと変だからやらない。うーん、浴衣が結構ね爽やかな色なんですよ。だからクラゲか三つ編みかかな。まとめで、まとめちょっと思んないか、普通すぎるか。クラゲか三つ編みのどっちかです。2日間どっちかやります。じゃあクラゲか三つ編み、今のところ中尾結婚してダメ、かっこいい、ありがとう。かっこいいの色が水色。明日明後日、明日か明後日会いに行く、え、嬉しい。明日か明後日、やった。それは2日間ともいる2日間ともいるから明日か明後日ってこと？そうならさ、ずっと会いに来てよ。2日間とも会いに来てよ。でも会えるの嬉しいです。なんかさ、耳に多分かさぶたがあるんですよね。なんかカリカリする。スーさんだるまありがとう。虫出現したの、え、怖くて、なんか DJ デッキで外でこう歌ってる時になんか蝶々みたいな虫が飛んできて怖すぎて叫んだんです、ギャーって。しかもマイク越しで気まずかった。はるるん、ハイビスカスありがとう。まっちゃんハートありがとう。なんか絶対これかさぶたや、なんのかさぶたないよね、特にあれないけど、こうなんとか、いや、もうあれやばかったあれはちょっとえぐかったですねしかも裏に飛ばすって2回言っても、もうめっちゃ怒られるかと思ったらスタッフさんにあれはおもろかったよって褒めてもらいましたあれ面白いからいいよって褒めてもらった。ひーちゃん推し、チキシミもありがとう。バッキュン、
バガイ投げ、そう県外です。いやあれでわざじゃないんよほんまに、ガチで真剣にやっててあれだったんですもうだからちょっと怒って、明日か明後日怒ってください。カラオケ楽しみにしててください。3曲提出した中でなんかこれ選ばれたみたいなやつが選ばれました。りねちゃん推しさんならまあ知ってる曲だと思う、何回も紹介してるし。うん、虫嫌いの、そう千穂さんと千穂さんが急に逃げたけん何と思って見たら変なガみたいな蝶々が飛んどって叫んだの。そもそも私はガとかがね、あのね多分アレルギー反応出てたんですよ。あのアレルギー検査やっててガチの高い金払ってやってるアレルギー検査でガチでアレルギー反応出てるので、ああいうのは避けなきゃいけないんですよ。虫嫌いって言ってなくてね。りゅうやくんハートありがとう。その後虫こっち来たよ。えマジで、あんな遠いところやばいやばいってだってさ、DJ はさ割とさその距離あったじゃん、ファンの人と一番前でも割と距離あったし、やばいよ、あっち飛んできたんだ、うわかわいそうかわいそすぎる。いや嫌ですよ嫌ですよ、あの密閉あの密な空間でさ閉じ込められてさ飛んできてみんなに避けてなんかぶつかり合ったでしょ、うん、明日行く、やったー待ってます、名前言ってくださいね、タッツンですって、こんにちはタッツンです、名前言ってくださいね。明日あのもし初めましての方とかいたら名前言ってくださいね。なんか最近ね、なあね何回も会いに来てくれるけど初めて婚姻行ったとか結構来てくれるんやけど名前を知らないまま終わることが多くて、名前を教えてほしいです、名前をマジで教えてほしい、名前を知らないまま顔だけ覚えて分かんなくなっちゃうので名前を教えてほしい。こんばんは。どんな言い方が楽しみ、どんな言い方でしょうか、どんな浴衣でしょうか。好きな浴衣だったらいいな、君のタイプの。じゃあもし私がゴリラみたいな浴衣でも好き？いやゴリラみたいな浴衣なんか聞いたことないか、ゴリラみたいな浴衣なんか見たことないもん私も何それみたいな、ゴリラみたいな浴衣なんか聞いたことないしな、ごめんなさい嘘です私がもしゴリラみたいな浴衣でカエル化しそうになっても好きって聞こうとしたけど、もうそもそもゴリラみたいな浴衣を見たことがない投げみたいな、え、クラゲするよ、クラゲしちゃうよ、クラゲか三つ編み、うん、団子、リア君ハートありがとう。ハイボールかわいい、ありがとう。また物販来てくれる？え、分からん。なんかあれはめっちゃ時間があったんよ。8時間ぐらい時間があって、待ち時間5時間か8時間あって、物販行きたいって言って行けたけど、明日はどうか分からんの。明日会える。やったー！明日会えるって言ってくれてる子、浴衣とかなのかな？明日、明後日。今日メールない？え、今日ね送ろうと思ったんですよ、そしたらね22時7分だったんですだから送れないと思って送れなかったの。家に帰って解散して家まで歩いて、で
あ、メール送ろうと思ってみたら22時7分で送れなかった。明日送ります。浴衣でもジンベエでもない。え、全然いいですよ、そんな服なんか関係ないって。森翔ハートありがとう。何でも可愛い、そうだよ、何でも可愛いんですよ。ゴリラみたいな浴衣とて、それはゴリラそれはもう実質いや、ゴリラみたいな、ほんまにね、ゴリラみたいな浴衣ってことはもうそれはもうゴリラですよね茶色、茶色、茶色のまあモケモケの浴衣ってことかな、なんか想像もつかない、ゴリラみたいな浴衣って言われて。うん、そう、茶色の浴衣かも。大阪のクリスマスサイン会申し込みしようかな。え、おいでよ、え、来て、嬉しい。申し込みしようかなって迷うならぜひ来てください。嬉しい、迷ってくれてるならおすすめします。13日までだからまだ受付してるよ、再販。おいで、サイン来てください。なかなかないしね、サイン会初めてやしね。やったん、期待しちゃう。12日いきます。やったん、イエイ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 、嬉しい、楽しみです。名前、あら、今名前って言ったけど全然関係ないことなんで気にしないでくださいね。あのいろんなことが、あのライブ携帯なんか通知来て、サーヤンからも LINE が来て、ちょっといろいろと頭ぐんちゃぐんちゃになっちゃって、ちょっとあのあれだったの、全然関係ないこと、ちょっとすいません。楽しみです、私も12日。イベント楽しかった、ありがとうございました。ようくんハートありがとう。なんか暑いんだよな、ほっぺた。線香花火したい。え、なんできるくない？え、なんかさ、できるって買い取ったくない？ファンの人と線香花火、なんかファンの人と線香花火ができるって、このお話から2日間でなんか、え、できるんじゃないの？あ、できるっぽいよ。え、わかんない。え、それってファンの人もだよね、多分できるよね、ファンの人と。え、そう、できるよね。え、やばい、だって私が好きなあのかき氷屋さんとかいろんなご飯の屋台も来るし、2日間とも屋台も来るし、でカラオケ大会とかもあるし、好きな歌歌えるし、もう決まったんやけどね。でファンのみんなと線香花火できるし、で浴衣やし、でなんか縁日とかって思う。え、やばい、目の突き上げる楽しみさます、私楽しみ。ぐやくんハートありがとう。ガチやばい、ぼや騒ぎ、ぼや騒ぎってにゃーみたいなえ、何みたいな、あ、なんかもモケモケみたいな、やばい気がする。何この煙はって当たれお願いします。当たれー
私が祈ったらマジで当たるから、この私祈りの儀式っていうものをやっててマジで当たるんですよ。だからもし線香花火当てたい人挙手してください。今から当ててあげます。私が抽選、あカラオケ大会の抽選、わー絶対当たるよ。こんばんは、レイちゃんあるのツアー山口以来楽しみ。え楽しみですね。やばいですよ、ドキドキワクワク、胸胸ドキが。レイちゃんさらに結婚したくなった。それなそれなちょっと明日詳しく話を聞かせてください。話したいこともあるので。こんばんは、お疲れ様です。ゆりちゃんバッキュン、ありがとう。シキシキピン、なんか私のあの帰り道にいつも死んだカブトムシがいて潰れた。早く誰か処理してくれんかな。ほんまに嫌なんやけど、私あのカブトムシ、あの死んだ死骸ほんまに嫌だ。あのカブトムシの死んだ死骸ほんまに嫌なんやけど、あれもうどうにか誰か処理して、なんか喧嘩どっかの、なんかマジで嫌なんやけど、なんか死んだカエルとかだったらまだなんか見慣れとんよ、田舎で見よるけん。だけど潰れたカブトムシはなんか私が食った時のゲテモノのカブトムシしか見えなくて結構グロいんですよ。メーターの処理しよう。え嫌です、嫌だから言ってるんやんけ嫌だから言ってるんやんけ。え聞いてください、私ほんまに最近なんか関西なまり、なんか S 関西版なまりが入ってきてほんまにやばいんですよ。なんかもうやんけとかって言ってほんまにやばい、どうしようもうガチ嫌なんです、怖いんですよ。守ってください。カエルの方がきつそう。えカエルは、あカエルじゃない、カエルはもう田舎でめっちゃ見ようんですよ。もうめっちゃ見たんです、もう死ぬほど散々見て、飽きるほど見て、岡山の地元で死んだカエルはもう散々 見まくって飽きたんですよ。もう飽きたって表現あれなんかやばいな、グロいな、なんかもう嫌な、もう見まくって、乾燥して干からびた生の潰れて帰るとか、なんか死んだ毛虫とか半分にちょん切られたあのなんか毛虫とか死体とか、なんなら私の友達が自転車で毛虫を踏んづけるところとか見たり、もうなんか死んだ虫を大量に見まくったんですよ。死んだカマキリとか、そうでも死んだそのカブトムシは久々に、死ぬ時初めて見ましたね、小学校以来。こんばんは、セミ怖、え、わかる、セミも嫌です。でも私今年まだセミに遭遇してないの、なんだかんだセミ遭遇してないですよ。私最近あのゲロとウンチとカメムシにすごい恵まれてて、なんかそこら中にね、あのね落ちてるゲロとかを見たりね、なんか、うん、誰かうんこなんか漏らしたやつとか見たりとか、もう散々なんですよね。嫌な、なんか死んだなんかカメムシとか散々、なんか2024年ゲロとウンチと死んだカメムシとか、なんかそういうものばっか見て嫌なんですよ。なんか横でバスの横でゲロ吐かれたりさ、もう撮影嫌なんですよ、もう本当に。なんかもう家降りてさ、なんか普通にさロビー出たらさ、ゲロなんかロビーにうんこが、うんこじゃないロビーにさ、なんかうんちとかさゲロとか巻き散らかして、誰マジみたいなもう映画にしてみたいな感じで、なんかそういうことばっかなんですよ。なんかもうなんかマジで治安悪めで、なんかもうええ感じしてって感じで誰がやったのか知らんけど、分かんないんですよね。道端でね、なんかね吐いてる人とかめっちゃ見るんですよ、もう本当に。なんかそういうのを引き寄せるんですよね、うん。久しぶりに配信に来た、元気そうでよかった、会いたい。えめっちゃ元気ですよ、会いましょう。明日イベントあるよ、そういえば明日広島イベントありますよ。明日広島のイベントもう来れないって方だったら、大阪で12月にイベントがリアルお話し会のイベントがある、サイン会のイベントがあるし、あの花は誰の向こうに東京とかもあるし、香川とかもあるし、会えるイベントいっぱいあるので会いましょうたくさんありますので。つるくん、くまちゃんのポニーありがとう、ありがとうございます。結
結構ね公演とかもね会える機会めちゃくちゃ多いのでぜひお待ちしておりますよ。オンライン話し会とかもあるしね、ちょっと東京でもあるし、いっぱいありますよ。そう、千秋楽がいつか分かんないけど、東京公演メンバー出たん？え、まだ出てないですって。私にも詳細が来てないから私が出るか出ないかも分かんない出るか出ないかも分かんないです。私が、ちなみにごめんなさい。出たいですねうん、普通にマジで分かんないですね。ちょ、毎回公演もあるし、ちょ、いっぱいあるんですよ、会える機会は。でも8月14日に南海トラフが来るって言われてるから、みんな死ぬ前に会おうね。なんか8月14日に南海トラフが来るって言われてんだよ、噂によれば。怖くない？だから死ぬまでに会おうね。いつ地震が来るか分かんないし。なんか今日ね、月がね赤かったんです。赤色の月だったんです。見たことない月の色してて、おかしかったんです。三日月が結構ね X でねなんかね拡散されてるよ。その8月14日南海トラフって調べてもらったら結構いろいろ出てきますよ。今日可愛かった。え、嬉しい。ウルピーマン。関東ファンを増やすチャンス。え、もう私も関東出たいです。お願いします。関東リエちゃん推しさん。またね。出たいです。フェスとかもいっぱい出たいです。福フェスが11月5日だったから、俺私の誕生日に福フェス出たいなーとかって言ったまだ何も決まってないのに、誕生日福フェスで過ごしたい。ってことは私は生誕祭は福フェス、生誕祭はじと誕生日当日じゃないってことかな。もし中福フェスに出ないとてメンバーとか考えると福フェス多分出ないよね。もし出ると出ない、誕生日当日じゃない気がするな私の予測。なんかアンナちゃんが今までアンナちゃんと一緒に生誕祭を行ってたんですよ。でパセリが言ってたけど、今までアンナちゃんと一緒だったけど次はなんかパセリが私とリネタになんか一緒に毎回にされそうじゃないみたいなこと言っとって、あでも言われてみれば確かにそうかもと思って、ワンチャンその説のこう毎回じゃなくてもなんか何かしらパセリと一緒に生誕祭昼夜でやりそう。東京ハンドレありますね。ラペチーノハートありがとう。リネと話そうかな。うん、お願いします。話したいことあるんで話したいことあるのでお願いします。おいでください。今日もイベント虫飛んできて、いやもうほんまに虫 NG なんです。いや虫から守って、ほんまに私のことほんまに頼むわ。あ、来た、まーちゃんハートありがとう。ヤマピーハートありがとう。マジで虫 NG で虫から誰か守ってよ私のことほんまに NG なんです。ごめんなさい、ちょっと鼻すすっちゃって、ごめんなさい、あと一回吸っていいですか
垂れるほどじゃない、なんかちょっと気持ち悪くて。リンタ森末軍団 T シャツ入れてくれてありがとう、楽しかったです。え、ほんまにめっちゃ迷ってた。そうなんだから対戦出てきたから、うん、余計にね。ほんまにいい子ですよ森末ちゃん、姫たん、岡山の姫たん。私姫たんって呼べするから姫たんって呼びたいけどさ、あの鎖骨かぶるんよね。でも私鎖骨のこと鎖骨って呼んでるから、みんなさ鎖骨のことさ鎖骨って呼ばんやん、あの姫たんって呼ぶやん。ちょっとややこしくて、岡山の姫たんって言って、ごめんなさい。コーラハートありがとう。うん、鎖骨のことをみんな鎖骨って呼ばんけんな。サコって2期生で、2期生とかサコって呼んだの私とあのシミサラくらいかな。シミサラがサコって呼んでて、なんかそれで、あ、呼びやすそうと思って、私もサコって呼んでいいって言ったら、いいよ全然呼んでみたいな、嫌じゃないみたいな、むしろ嬉しいって言ってて、あれサコって呼ぼうって言って、人の名前を初めて上の名字で呼び捨てしたのがサコなんです。サコ姫かなんです。カメムシ、え、カメムシは無理ですし、カブトムシは無理ですし、あの私あのコクワガタっていうちっちゃいクワガタと、ちっちゃいコクワガタっていうクワガタと、あとカゲロウは触ります。でもそれ以外の虫は NG ですね。タッツンハートありがとう。無視できない、無視できないですよ。ナーピー11月マジ？え、じゃあナーピー 3回公演1日3回公演、ナーピーとナーピーとパセリと私の3回公演3回し公演。ニョッキミルン、花ハイビスカスありがとう。新公演ライブ岡山したいです。岡山でライブ離れないんかな。岡山割と便利、真ん中らへんで確かに便利かもしれない。ゆういちくんかわいいありがとう。私は今何を食べたいと思いましたでしょうか、当ててください。もし当たったら売り、なんか何するかしないかわかんないけど、もし当たったら、当たったらです。なんか私が何食べたいか当ててください。何食べたいか、私もめっちゃ食べたいものがあるんですよ、究極に。ほんまに食べたいものがあって、当てて。南海トラフ、いや怖いよマジで。そう、備えしてるんですよ。あ、今までありがとう。やばーい、今までありがとう。知る、結婚死ぬまでに、うーん、ちょっと頭の中に、頭のここら辺には入れてきますね。どんな噂、え、なんかね結構ね流行ってるんですよ。そう、前兆かと思って、そう、政府も言ってるし危ないと思ったんです。私が今何を食いたいか、もうめっちゃ食べたいって思ったものがあって、愛媛と徳島離れ公園ないんかな。分からん、何も聞いてない、やったことないんでしょ、分からんけど。徳島なんかやったことないって言って、 UFO 焼きそばちゃいます、マンゴーちゃいます、サムギョプサルちゃいます、ガーリックシュリンプバーガーちゃいます、卵の天ぷら、うわうまそう、でもちゃうんですよ、桃ちゃいます、何これサソリちゃいます、ヨモギ団子ちゃいます、サインマスカットちゃいます、かき氷ちゃいます、アボカドちゃいます、マクロリーちゃいます、餃子ちゃいます、アイスちゃいます。やばい、なんか全部うまそうに言ってきたみんなが言ってくれるの、
辛ラーメンちゃいます、カレーちゃいます。でもカレーもまあなんか食べたいなーぐらいの気持ち。でも今は違う、唐揚げちゃいます、カブトムシちゃいます。今そもろかった、ありがとうテンション上げてたな。じゃあ嬉しい、あちゃいますって言いかけたさっきの流れで、そうテンション高かったです、ハイテンションガールやけん。ロブスターちゃいます、リネロス、マジ？じゃあいっぱい九州深夜会いに来てください、配信でたくさんコメントしてください。マイカ違います、馬肉違います、ダレルンハートありがとう。じゃあこれは正解者出なさそうなんで、ダレルンハートありがとう。これはもう絶対に正解者出ないんでちょっと言いますわ。正解はブルルルン、ちりめんじゃこに大根おろしとポン酢をかけてあえたもの食べたい、もうそれが食べたいんですよ。あの大根おろし、大根をすって大根おろし作って、でそれにそのようにちりめんじゃこかけてポン酢かけてこう混ぜた、もうそれが食べたすぎて無理、もうどうしてもそれが食べたい、マジで食べたくて、あのポン酢酢を感じたくて、でも大根おろしも食べたくて、ちりめんじゃこも食べたくて。知ってる？みんな大根おろしにちりめんじゃこかけて、あの醤油じゃなくてポン酢かけるんですよ、めっちゃうまいよマジで、めっちゃうまいマジで、そうマジで美味しいんですよ。明日食べよう明日ちょっと買って帰ろう、ちりめんじゃこマジで食べたい。それがうん、そうしらすでもいいんですよ、しらすでもええんよ、そうそうしらすでもいいんですね、しらすでもうまい。でもちりめんじゃこだとなんかちょっと硬い感じがうまいんですよ。たかちゃん結婚してごめん、ありがとうございます。でここら辺に入れてきますね。うーん、渡辺だるまありがとう。酢を感じたい、もう究極に酢を感じたすぎてやばい。なんかもう辛いもの最近もう味噌汁とかなんだ、もう真っ赤に染まるぐらい酢、その汁の部分がもう何十振りもしてて一味とかで、酢ももうなんかめっちゃかけてもうやばいマジで、なんか体が酢と辛さを欲してて、なんかわさびとかもなんかもうめっちゃブチブチってつけて食べるんですよ。まあ、なんならわさび食っとんじゃないみたいな、自分がべつぶとんで、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと今のは気にしないで、ちょっとつぶとんだ、でも画面越しじゃないからみんなにはついてないですよ。ちょっといやでもめっちゃ求めてるんですよ辛いもの、マジでめっちゃ食べたい、うん、夏には最高ね、居酒屋のお通しにありそうな、いやほんまにそうありそうなんですよ。居酒屋っていいよね、私居酒屋のご飯が好きで、あのご飯にあの濃い味付けなんですよ、だから美味しいのかも、私濃いのが好きで基本。絶対当たらん、むずい、わからん、いやこれ当たらんよね、うん、わかんないよね、つかんないけどスモーツ好き、いやスモーツめっちゃ美味しい、スモーツめっちゃうまいですよね、スモーツ大好きです私、あのスモーツとか頼んでも酢をめっちゃかける、
シュッていうかなんかかけます。あと辛い一味とかめっちゃ振る。だからみほりんみたいに毎一味を持参しようかなと思ってきて、なんか最近本当に一味がないと無理みたいな人間になってきて、酒飲みますか？お酒はね、なんか多分飲めないんですよ。飲める年齢で誕生日に飲んだんですけど、ほろ酔いの缶のやつを半分飲んだだけで、なんかおでことか首とかになんかすごいじんましんみたいなやつができて赤く染まって、多分飲めないんですよ。多分合わないんですよね体に。でも眠たいだけで別に性格は変わらないんですよ。で頑張って一缶飲んだんですよ。眠たかった。半分でなんか目がもうこんなちょっと腫れてきて目がみたいな、ちょっとわかる、なんかお酒飲んだらあ回ってきたっていう、なんか顔がむくんでくるっていうか、あ目もめっちゃ顔なんか腫れてきたなみたいな。腫れてきた感あるよお酒飲んだら。私なんか腫れてきた感あるんですよ。お酒もし飲んだ瞬間に10分後とかになんかめっちゃ腫れてきた感があって、見たらここに赤ブレーってなんかできて、多分合わないんですよね。だから飲める人見ると羨ましいなと思う。美味しそうだし飲んでみたいなと思うけど、だから飲めないんです。渡辺ハートありがとう。クニーさん結婚してやだよありがとうございます。今までにないような言い方で言ってみたこんにちは。一番可愛かった、え嬉しい、ほんまかいなほんまかいな、えめっちゃ嬉しい、やった飲みたい。確かに乾杯、飲めない年齢ではないから乾杯イベントありですね。私が飲まさせるイベント、ファンの人に、ファンの人のお酒が進むように私がいっぱいなんか全力でダンスとかなんかおもろいギャグしてまた美味しいご飯作ってみんなにファンクラブ限定で食べさせてあげるっていう。辛いものね、辛いもえそう、夏に辛いものが食べたくなるんですよ多分。夏になるとペヤング動く激辛、え私ペヤングの動く激辛うまくてね食べれたんですよ。全然やばくない、いかれてやがるぜマジで。ペヤングの動く激辛を食べれたんですよ余裕で、やばくない、美味しいと思えたなんか普通に。アボカドわさび、うわ美味しいよ、もう間違いないですね。お酢好き、お酢好きです、お酢大好き。だからあの宇都宮家、父は私、父以外はもうお姉ちゃん2人もお母さんもみんな酸っぱいのが好きで、酸味が好きで、あの酢の物とか作る時も結構酸味が強めの酢の物なんですけど、父だけはあの酸っぱいのがあんま得意じゃなくて、父さんだけが酸っぱいってもうこんな酸味いらんわって、そうなんです。休憩時間酢の物食べたい季節、え最高すぎる。あのタコとワカメとあの酢の物食べたい。最近中大根おろし、えそれなコンビニとかにありますよね、なんかあれめっちゃ便利、超便利な時代だなって思います。辛いの好きです。船のイベントお疲れ、楽しかったよ。それな楽しかったです、ありがとうございました。暑いのにありがとう、熱中症気をつけてください。はい振られましたごめんねちょっと振っちゃった、ちょっとまだまだ私への愛がちょっともうちょっと伝えてほしいから。龍危険音符ありがとう。お酢好き見てるかな、えわかんないです、すみません。ニョッキンミルンバラありがとう。辛い麻婆豆腐夏場食べたくなる、えわかる、なんかもう日本の辛さじゃなくてもう台湾とか中国とかの本場のなんかもうほんまになんかちょっと癖のある辛さを求めてるんですよ。なんか
ガチの辛さ、もう辛すぎてもう食べれん、舌パンパンに腫れるっていうぐらいの辛いのを求めてる。でも私気づいちゃったのが、一味自体そんな美味しくなくないみたいな思って、あの辛さが欲しいがために、あの一味をめっちゃぶっかけるけど、一味だけのところを食べたらなんか一味自体そんな味は美味しくないなって思っちゃって、だからちゃんと混ぜてとかせんと一味そのものを食べたりしたら辛さを求めて、それはなんか味がなんかちょっとあんま美味しくないなって思って、めちゃくちゃ混ぜてせんといけんなと思った。龍危険、お星様ありがとう。固まりすぎて前髪。こんばんは、りゅんちゃん、こんばんは。そのイベントぜひ、え、したいよね、してほしいです本当に。ゆうすけもいいね、眼球で明日も行くね、縁日、やった、楽しみ、嬉しい。ロムハートありがとう。縁日、明日、明後日よろしく。楽しみです、ほんまに。ありがとうございます。みんな会えるの嬉しい。ルン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 、カレー南蛮タコありがとう。体質合わないから飲まない方がいい。あー、やっぱ体質合ってないんかな。なんかでも美味しそうだなって思う味のお酒とかあっても、またあの目がこう腫れてくるような感覚を思い出すと、あ、ちょっと怖いなって。多分飲み慣れたらいいんですよ、もうずっと毎日飲んで、もう肝臓壊れるぐらい飲んだらその頃には多分もう慣れてるけど、あの怖くて飲めない。でも洋酒のチョコとかは好き、ブランデーとかが入った、あの洋酒のチョコ、これぐらいのチョコあるじゃん、ちょっと洋酒が入ったあれはめっちゃ好き。でもなんかちょっとファンってなる時がある。でもうまいから好き、めっちゃ。レミーとかのやつ、あれめっちゃ好きです。あのウイスキーボンボンみたいな、あれもうまくない、めっちゃ。ちょっと中のウイスキーをちょっとだけこうティッシュに出して、そう、ティッシュに吸収させて少しだけ残してこう食べるっていう、あれ好きなんです。龍危険、結婚して、わかったっていうのは嘘。秘密です、ちょっとまだ早いですよ。さきちゃん、ラブレターありがとう。お酒合わないんですよね多分。酒でもりねちゃんおじさんお酒好きな人多いイメージだな、なんかお酒めっちゃ飲んどる人多い気がする。明日のコンディションのです禁止な、偉い、偉すぎる、本当にマジでプロ意識高い。本当に偉いよ。仮にお酒飲んだとて絶対にその可愛いビジュアル崩れることはないので、うん、マスカット好きだったからミステリアジンジャーとか飲みやすいと思う。え、うまそう、ミステリアジンジャー、なんか名前からしてうまそう。でも私あれ飲んでみたい、あの一回配信で教えてもらったあのコーヒーと混ざったやつ、コーヒー牛乳みたいなお酒飲んでみたい。でも私一回ね、そのメロンソーダの味のお酒を飲んだ時にお酒の味邪魔って思ったんですよ。普通にメロンソーダ飲んだ方がうまいやんって。だから多分味も結構こうなんか味覚の感じ方も多分結構まだ子供なんですよね。なんかいちいち別にこの酔う感覚が好きじゃないし、なんなら不愉快だから私は、なんかこの酔う感覚を味わうだけなら普通にそのメロンソーダ、メロンジュース5分も飲んだ方がうまくないみたいな感じになっちゃう。でもこのマスカットのやつは私マスカット大好きなんで飲んでみたい。このジンジャーとか ミステリアみたいな、なんかミステリー
みたいな、絶対うまいやん、なんかちょっと半透明っぽい、なんかそんなイメージがつきました。でもこれで全然チャルとかあったらおもろいけど、ウイスキーボンボンうまいっすよ、は好き、普通に食べるの。リエタン押します券使えるのかな、使えるなら取り使うかも。え、私押します券使えますよ、ぜひ。あのでもあの他の子の件持っとってもリネちゃんが面白くてリネちゃんに押し増ししてきたっていうファンの方多いですぜひ来てください、押し増しお待ちしてます。はじめまして、リネタンレインに5時間目いきます。やったー、嬉しい。じゃあお名前を言ってね、中幸だよって、中幸ですよって言ってください、ね、初めまして中幸ですって言ってくださいね。やっちゃー、みーくん、ハイビスカスありがとう。アートン、太鼓を叩きたいな。太鼓叩きなくなってきた。マットくん、ハートたくさん、アート。ハート。でも200ぐらいありがとう200ぐらいありがとう、もう、300ぐらいありがとうありがとうございます。まだお酒、あっ、エングレット消えた、ちょっと消えるな、消えないでおくれよみんな、ちょっと念送ってください、リングライト消えないでって、りねちゃんリングライト消えないでって念送ってください。あ、きついた、みんなのおかげつきました。あ、消えた、ついたいやなんかマジリングライトつけないとマジでめっちゃ暗いんですよこの部屋、切れたら分かる通りめちゃくちゃ暗くない、ライトがないとマジで終わるんですよね、ライトがあってやっとこの配信の明るさだから。タン押しのおしまし、ぜひ来てください。うつみ、うつみれん、声が聞こえるから気になる。え、嬉しい。めっちゃバカデカボイスだからね、私。ゲラも吐きたくない。そうだよ、ゲラもね、吐きたくないし。お酒は飲んでも飲まれるな。そう、ゲラを吐いたら自分で処理しろ。放置するな。本当に。ハゼッチハートありがとう、雪見のお星様ありがとう、レゲエパンチおすすめです。レゲエパンチって何、なんかレゲエ、え、ワン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エンみたいなイエイイエイイエイみたいなってことよ。レゲエパンチ飲み物うまそう、おい笑える、うまそうだな、うまそう、レゲエパンチうまそう、おい笑える、リングライトないとやばいんですよ今日、ほんまにリエターの前で船酔いしなくてよかった。え、でも私ね今日ね、あの着いた時にすごいクラッとしてやばかったんですよ正直に話すと。でもあのファンの人お見送りあったじゃん、お出迎えあったじゃん、ファンの人も顔見た瞬間復活したのやばくないやばくないですか、普通にやばくない、ファンの人のありがとう来てくれての時 あったじゃん、ファンの人お出迎えした時に、ね、めっちゃ元気になったのあれから、あの
最初さ入ってくる時あったじゃんうちらが、でファンの人はなんかちょっと離れ離れにされとってみたいな、あの時マジ具合悪くてやばいかもと思って船乗って写真撮影の時マジで顔死んでてやばいどうしようと思って、お出迎えが始まった瞬間にめっちゃ元気になって、なんかマジでみんなから元気もらった。うん、それをメイクさんに言ったら天職じゃんって言われためっちゃいいじゃんって。そうえそうなんかそう座ったら逆にしんどかったりするんですよ。ゆめかちゃんハートありがとう。逆になんか座ったらいいかもみたい。やばい57分だ。たかちゃんグッドありがとう。マレフコンプありがとう。なんか声噛まれたかも。急の睡魔が、あ、ぬむぬむにゃんこツイートした？私もしてないよもしかして。ぬむぬむにゃんこツイートしてない感じもしかして私。それならぬむぬむにゃんこツイートしないといけなくないっていう、多分してないですよね。ぬむぬむにゃんこに感謝の気持ちのメッセージ伝えて。オッケーオッケーオッケー、ツイートした。男女見ます。あーせあ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 せ、ちょ男女見ます。13位渡辺ありがとう。12位龍騎剣ありがとう。11位ニョッキミルンありがとう。10位ハゼッチありがとう。あ変わっちゃった。10位シュさんありがとう。9位ミー君ありがとう。8位サージカルありがとう。7位ハルルンありがとう。6位マルフクありがとう。5位、ま、ロコポコありがとう。4位サキちゃんありがとう。3位セガモカタシマットくんありがとう。2位トークくんありがとう。そして1位がドゥルーパンツルくんです。ありがとうございました。お疲れ様のサタバさんありがとうございました。明日今日はありがとうございました。赤から食いてえな。明日はもしお話し会来る方はぜひ気をつけてきてください。じゃあお疲れ様でした。じま豆腐さんタコありがとうございます。もう配信終わっちゃうんですけどありがとう。もしよかったら X と Instagram とこのルームのフォローお願いします。また配信します。明日お話し会も受付中なのでぜひ来てください。ムーさん、あカラオケの音符ありがとう。ジマ豆腐さん音符ありがとうございます。配信終わっちゃうんですけどありがとうございます。わざわざありがとう。 SNS フォローよろしくお願いします。おやすみなさい。鼻かゆいありがとう。なんかかゆい、なんか気にかゆくなってきた。おやすみなさい。あロコボクかかしありがとうおやすみなさい。お配信終わっちゃうんですけどありがとうございます。